はい、こんにちは、メタモ先生です。今回はこちら4種類の、色を使って、プラバン検証をしていきたいと思います。まず上のポスカ、色鉛筆、油性マジック、今日は番外編でパステルカラーを使っていきたいと思います。実際この4種類で塗ってみてどんな感じに仕上がるか、どれが一番綺麗なのかね、私もすごく知りたいので今回は検証していきたいと思います。少しでも参考になれば嬉しいです。では頑張ります。では使っていくプラバンは、今回はダイソーのこちらのキュコットプラバン半透明フロストタイプを使っていきたいと思います。こちらは初心者の方でも簡単にできるタイプのプラバンかなと思います。開けてみるとこんな感じで、まずは少しザラザラの半透明の部分と、ひっくり返すととてもツルツルした面があります。そして今回はやっぱりこのカービィちゃんをヘッドを作っていきたいと思います。こちらはすべて私が紙に下書きをしたものになります。ちょっと顔とか変になったりするんですけど、こちらをね台本に作っていきたいと思います。まずはポスカからやっていきたいと思います。まず、周りの線を作っていくんですけど、線の時はツルツルの目を上にしてかぶせてやっていきます。で、取れない、ずれないようにマスキングテープを貼っておきます。で、今回はこちらの周りの部分はこちらの油性マジックの細い部分で描いていきたいと思います。皆さん夏休みはどう過ごしてますか？もうすぐね、夏休みも終わってしまうかなと思うんですけど、なんか私はですね、今回ちょっとあまり動画が出せなかったんですけど、まずね、風邪をひいてました。はい風邪をひいてしまったのと、あとはちょっと忙しくなってしまって、でそれでね、少しもっとね、いろんな動画出したかったんですけど、少しと来年はね、もっと動画出せるようにしたいなと思っています。はい、では描けたので今度はこちらを裏返してザラザラした半透明の方にします。そしたら今回はこちらの、まずはポスカで塗っていきます。はい、では続いてはこちらのノーマルカービィちゃんをこちらの色鉛筆でやっていきたいと思います。はい、で色鉛筆のカービィちゃんはツルツルの面ではなくザラザラの面で、線も色も塗っていきたいと思います。カービィちゃんって丸なんですけど、結構そのバランスがめちゃくちゃ難しいんですよね。なんかカービィちゃんってなんか単純なように見えてめちゃくちゃ難しいっていう感じがしますよ。で、白い部分も必ず白の色鉛筆で塗ってください。なんか色鉛筆で塗るときはなんかちょっと塗るのをきれいに塗らないと、そのままね、プラ板に出てしまうのかなって思ったんですよね。なので私ね、色鉛筆でのなんか色塗るのあんまりうまくないので、なんか個人的になんか色鉛筆で塗るとなんか雑さが出るというか、下手さが出ちゃう感じがします。なんかはい、では続いてはこちらのスリープカービィちゃんを作っていきます。こちらの油性マーカーを使って描いていきます。
ょっとペンで白っていうのがないので、白い部分はポスカでちょっと塗っていきたいと思います。はい、では続いてはこちらのビームカービィちゃんを作っていきます。最後はね、こちらの番外編でダイソーに売ってるパステルを使っていきたいと思います。でパステルとかなんだよって感じだと思うんですけど、すごい綺麗に仕上がるんじゃないかなと思うので使っていきます。パステルを塗るときにこちらの綿棒があるとすごくやりやすいです。パステルの色は取る量とかにもよるんですけど、割と薄めにふんわりとつくイメージというか感じがします。で、色鉛筆と色味は似てるんですけど、濃さがね全然違くて、でプラ板って収縮するので、結構色がね出来上がり濃くなっちゃうんですよ。なんだけどパステルだとこんくらい結構薄めなので、なんか色鉛筆よりなんか良さそうな感じがします。なんかふんわりした色合いになんか仕上がってるなって、仕上がってるというか感じます。では4種類塗り終わりました。こちらポスカと色鉛筆とパステルと、あとこちらがマーカーです。ではこちらをね切ってオーブントースターで焼いていきたいと思います。トースターで焼き終わりました。はい、こんな感じで4個が仕上がりました。今回はコーティング、レジンのコーティングなどはしないんですけど、これでね検証をどんな感じにできたかね見ていきたいと思います。まずはこちらのポスカです。ポスカで作った方になります。で周りは油性のマジックで描いたんですけど、色合いとしてはとってもしっかりしています。で裏はねちょっとこんな感じでちょっとあれしちゃったんですけど、やっぱり表面見ると他のものとは違くて本当にはっきりしていて、すべてねくっきりした印象になっています。で後ろの透けとかも特にないので、しっかりはっきりした印象にしたい場合はこちらポスカとってもおすすめです。では続いてはこちらの色鉛筆です。色鉛筆で塗った方はこんな感じになっています。こちらが裏側です。で色鉛筆の方はちょっとね後ろに透け感が出る感じがします。あと私がすごく個人的に思ったのは、色鉛筆で色を塗るとやっぱりこのようなまだらができてしまいます。で色鉛筆をすごくね高価なものとかいいものを使えばこういうのって多分ないとは思うんですけど、私みたいにとっても大雑把だったり、でもね一番手っ取り早いというかお手軽にできるのかなとも思うので、色鉛筆もこれはこれでいいのかなと思います。はい、では続いてはこちらの油性マジックです。油性マジックの方で塗った方はこんな感じです。でね、どうしても白がなかったのでポスカを使ったんですけどやばいちょっとねポスカがすごい変になってしまってやばいことになってしまったんですけど、これねポスカをちょっと厚塗りしすぎるとこういう風になってしまうので気をつけてください。まあ、最後はこちらのパステルです。はい、パステルは今回ねおまけとしてやってみたんですけど、どうですか？なんか私パステルが一番好きな感じがするんですけど、はい、パステルはですね裏はこんな感じになっています。でパステルは色味に若干ムラはあるんですけど、こっちのね色鉛筆よりかはちょっと色ムラない気がします。
で、色鉛筆と比べるとやっぱりパステルの方が少し薄いかなと思います。このパステルの色味もすごくいいんじゃないかなと思います。あとね、塗る時も綿棒でね、こういう風にポン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 って置きながら塗るのもすごくね楽だったし、色のね調節も自分でできるので、とってもパステルおすすめです。はい、では今回はプラ板の検証として4種類の色を使って作ってみました。ポスカと色鉛筆、油性マジック、あとはパステルを使ってみました。どれがね結局いいのかというと、まあ好き好みとかはあるんですけど、私がおすすめしたいのはこちらのパステルか、こちらのポスカですね。パステルはすごくふんわりしているし、ポスカはしっかりとした色味が出るかなと思います。お手軽に作りたい場合は色鉛筆も油性マジックも透け感が出たのですごくいいかなと思いました。皆さんは どれが一番いいかなと思いましたでしょうか。はい、では今回は検証してみました。皆さんプラ板作る時の少し役に立てたらいいなと思います。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。